オーストリア総攻艦、フェルディナント・マックスの昇格攻撃を受け沈没する、イタリア総攻艦、レディイタリア・リッサ海戦は、広島戦争中の1866年7月20日に、アドリア海、リッサ島沖で、総攻艦9隻のイタリア軍と、総攻艦7隻とのオーストリア軍との間で、戦われた海戦である。オーストリア軍の勝利で終わった。オーストリア帝国と、 プロイセン王国の対立から始まった広島戦争は同じくオーストリアと対立していたイタリア王国の参戦で南欧にまで拡散した。イタリア王国軍は国家統合からわずかに5年後の戦いということもあり、統一前に存在した旧各国軍の統合と元将兵らへの処遇などの諸問題が解決しておらず混乱した状況下にあった。 特に陸軍内での旧、両シチリア王国軍兵士たちの反抗は深刻なものがあった。彼らは中世において南イタリア最大の県勢を誇っていた自分たちが、当時は辺境の小国に過ぎなかったサルデーニャ王国の将軍らに引き入られることを屈辱と感じていた。足並みの揃わない中、二手に分かれて進軍したイタリア王国軍は、 老大国オーストリアとの戦いに苦戦を強いられ、アルフォンソ・フェレロラ・マルモラ元帥による指揮の稚拙さも手伝って、主力軍がクストーザの戦いで、停滞敗北を喫する。イタリアは、この後、英雄がリバルディ率いるアルプス軍団が別跡下で、オーストリア軍に勝利したものの、大勢としては劣勢にあった。そのような中、1866年7月に、 プロイセン軍がケーニ、ケイニヒグレーツの戦いで、オーストリア軍に対象したとの方がもたらされた。戦局の打開を望んでいたイタリア王国政府は、これに後押しされる格好で海軍に、積極的な攻勢を支持し、1866年7月15日に、海軍がアンコーナから出撃した。しかし海軍も、また、陸軍同様に主導権争いによる不和や、 指揮系統の不備を抱えていた。イタリア海軍は18日からリッサ島に対する艦砲射撃を行い、これを受けて20日にオーストリア海軍が到着する。オーストリア海軍はイタリア海軍が揚陸の準備を行っている最中を、ついて海戦を挑んだが、対するペルサーの提督は、不審船の目撃報告を受けていながら、これを無視し、 イタリア海軍は体形を整える時間を失った。海戦は20日10時30分頃に始まった。装甲艦12隻を主力とするイタリア艦隊は、装甲艦のうち3隻を陸上砲台砲撃などのために分破しており、残る9隻が戦闘に参加した。オーストリア艦隊は、装甲艦7隻と非走甲艦14隻からなっていた。海戦の直前に、 イタリアの司令官ペルサーの対象は機関を総甲艦、レギタリアから総甲艦、アフォンダ・トーレに変更したが、これは明らかな作戦上のミスで大急ぎで陣形を組んでいたイタリア海軍の各艦艇にさらなる混乱を招いた。結果、イタリア海軍は混乱した状況下のまま海戦に突入し、戦いはオーストリア海軍に有利に推移した。また、テゲトフテトクが オーストリア艦隊の全艦を投入したの比べて、ペルサーの提督は、イタリアの非総交艦を戦闘に参加させなかった。イタリア装甲艦隊は、機関変更時の混乱で、前衛3隻と、機関以下6隻の間が大きく開き、分離してしまった。オーストリア艦隊は、イタリア艦隊の前衛3隻をやり過ごし、後続6隻をさらに前後に分断して、 機関以下の3隻を装甲艦船隊7隻で、公衛艦を非装甲艦船隊14隻で確保に、集中攻撃する作戦に出た。戦闘開始後、イタリア艦隊の機関と思われたレディタリアが集中砲火を受けて、打機を損傷し、相舵不能となった後、11時20分に、オーストリア艦隊機関の装甲艦、フェルディナント・マックスによる昇格攻撃を受けた。 昇格により、喫水戦火に大きな波行を生じたレディタリアは数分で横転し、沈没した。オーストリア総交換に取り囲まれた2隻のイタリア総交換、パレストロ3、マルティーノも激しい攻撃を受けた。特に、パレストロは致命的な損傷を受けており、沈没を避けられないことを理解したカッペリーニ艦長は、自責の年から艦艇と命運を共にすることを決め、 これを知ったクルーラも体艦命令を誇示して艦長と船に残った。14時30分、パレストロは火薬庫の誘爆によって沈没し、カッペリーに帝督は戦死した。イタリア総交艦、レディ、ポルトガロに昇格船を仕掛ける木造戦列艦、カイザー。強度の差で逆に、カイザーは艦首を損傷した。イタリア艦隊の工衛と交戦中のオーストリア。 飛走交艦戦隊は、フェルディナント・マックスと同様に、昇格攻撃を試み、飛走交艦戦隊の機関である、木造戦列艦、カイザーが、イタリア装甲艦、レディ・ポルトガロへの衝撃に成功する。しかし、装甲艦に対する寄贈艦の衝突は、効果が少なく、レディ・ポルトガロの装甲の一部が、脱落大破しただけで逆に、カイザーは、艦首を大破し、 至近距離から、レディ、ポルトガロの砲撃を受けて、多くの死傷者を生じた。戦闘は12時30分頃に中断し、日没と共に、両軍は引き上げた。立差回線の手ゲト不定特戦君としては、非総交換は、装甲艦に対抗できないことを示した戦いであったと言えるが、一方で、装甲艦に対するには、昇格戦術が有効であるという認識が広まる。 きっかけにもなった。大砲や砲術の進歩によって昇格攻撃は成り立たなくなっていくが、それが常識的になるのは日清戦争や日露戦争の頃になってからであった。指揮官の面ではオーストリア海軍のビルヘルムフォン・テゲトフ提督がその名声を確たるものとした。テゲトフのかつての上司でメキシコ皇帝マクシミリアンは、 この戦勝に摂氏以下のように称賛している。これに対し、イタリア海軍のカルロ・ペルサーノ提督は、その無能さを示すことになった。さらにペルサーノは、自身の死によって、責任を取った部下のカッペリーニとは、対照的に、帰国後の報告で勝利を絶造して、称賛を得ようとする愚挙に出た。だが虚偽は、ほどなく白日のもとにさらされ、 ペルサーノは敗北のみならず、絶造の責任まで問われて、退役に追い込まれた。ウィキメディアコモンズには、立社改善に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。